市民の声というものを少しご紹介します。一つは非常に深刻な通報がありました。ただ先にお断りしますが、真偽が分かりません。なので個別の特定につながるようなところは飛ばしておみます。議員に対してのコメントです。市民の声です。自分の考え気持ちを自分の言葉で発表できないのか、一体誰に文章を作ってもらってんだと、ダーッと書いてあって、最後、二度と出馬するなよと、5000円もらったから投票してやったけど間違いだったよと書いてあるんです。どういうことだと目を疑いました。で、これが本当に市民なのか、ここには市内と書いてあるんですが、名前も書いてあるんですが、名字だけね、実在するのかも特定できません。なので勘ぐってみれば、何かそういう、情報を印象を与えたい、方の恐れもあります。内容を読む限りではそうじゃないだろうなと受け止めるんですが、分かりません、実際は。なので今日この場で改めてこれは広く市民の方に問いかけてみます。もしこのような話があるんで、もしあったんであれば、いつでも結構なので市役所の方に通報ください。方法はいくらでもあります。市の代表メールには履歴が残らない、匿名でそれが伝えられますし、個別に私の方に何かお便りくださっても結構です。そこには住所氏名書いてあっても当然秘匿します。情報源は当たり前ですが。なのでもしこれが本当にあったと、これまで自分であったり周りにあったという話があれば、市までその情報をお寄せいただきたいと思います。でもう一個、最後は少し前向きな話をお伝えします。前向きといっても、これは私の受け止めなんですけども、市長の応援のメッセージを頂戴しました。市民の80代後半の女性の方からです。議員の言動について非常に厳しく批判をされています。議員の多くは反対否決するための仕事だと、報酬を受け取るための議員でしかないというふうに断罪されています。ただこの前段にあるんですけども、きちんと情報が届けば私でも分かりますというようなことをお話しされてるんですね、書かれてるんですね。なのでぜひこれは執行部としてもなんですが、マスコミの皆さんに、メディアの皆さんに、これからも引き続き丁寧な真摯な情報発信をしていただきたいと思います。有権者もアホじゃないので、さすがに分かりますよ。印象操作、情報操作、もうそういう時代になってます。ここはしっかりと変なプライドを持つんじゃなくて、しっかり向き合った方がよかろうと思います。